ドジャース5月3日ブルワーズ6日日本時間7日ドジャースタジアムドジャース大谷翔平投手が自身のインスタグラムを更新前日5日同6日の30歳の誕生日でチームメートと指揮官から渡されたプレゼントを公開した1つ目のプレゼントはメッセージが書かれたボールチームメートのキケヘルナンデスが直筆の日本語でお誕生日おめでとうと記していた 二つ目はロバーツ監督からのメッセージ入りのワインボトル。指揮官は同日の試合後に彼はビッグセレブレーションは好まないからね。ハッピーバースデートだけ伝えてボトルのワインをあげたよと話していた。